はい、あの枝野代表と党首会談をされた後に、はいはい、まあ、あの会談の中で共産党のことを求めてお答えがなかったということだったんですけども、その後立憲民主党と共産党の党首会談が行われて、限定的な閣外協力ということで一致したということで、まず玉木代表、この評価を教えてくださいということが1点、あと、土曜日ですか、長崎に、いた時にですね、都民ファースト の、 あの国政政党の立ち上げに関して記者会見を、まあ、見てみたいということだったと思うんですけども、まあ、見られたのであれば、まあ、どんな感想を持ったのかということと、連携についてもし今考えていることがあれば教えてください。はい、まずあの前段の部分ですけれども、閣外からの協力ですかね、まあ、そういう言い方をして、まあ、正直あの両党で結んだ話なので、他党の私がその中身の詳しいところまで存じ上げていないので、何か論評することは避けたいと思いますが、ただ、まあ、一般論で申し上げると、連合の神津会長も閣内も閣外も、まあ、ありえないというようなことをおっしゃっていて、それはあの私は共産党さんは共産党さんとして主張されることはあの民主主義ですから尊重しますが、まあ、従来から申し上げているように政権を担うということであればですね、やはり今多くの国民の皆さんが安全保障や現実的なエネルギー政策についてはやはり相当関心をお持ちなので、そこにしっかりと答えていける政策なり理念を示さないと、結果自民党に代わる政権が作れないので、我々はあくまで偏らない現実的な正直な政治にこだわりたいということでですね、ずっとこの我々のポジションを申し上げてきたので、まあ、そういった意味ではですね、立憲民主党さんがどういうその折り合いをつけられたのかということは今後ですね、あの選挙になってももちろん問われてくると思いますので、ただそこは両党の間で表に出てること出てないことも含めていろんなあの約束や合意があるでしょうから、そこについて直接のコメントは避けたいと思います。2つ目の質問の、いわゆる都民ファーストが国政新党を立ち上げるということで、あの私も昨日行われた会見の概要は直接は見ておりませんけれども、メモなどは見させていただきました。ただ、まあ、名前はファーストということですかね、はあの承知しておりますけれども、詳しいことはあの会見を見るだけではまだよく分かりませんでしたので、あの引き続きあの見定めていきたいと、あの先日申し上げたところと変わっておりません。はい、どうぞ。